はい、どうも、フラメです。はい、ということで、今回はですね、明治安田 J1 リーグ第22節、ジュビロ磐田対川崎フロンターレの試合をね、プレビューしていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと前回の動画、切り抜き動画ですけど、少しね、暗い話題がね、多かったので、はい、今回はいい方をメインね、話していきたいなと、はい、思います。はい、ということで、ジュビロ磐田戦、アウェーゲームとなりますけども、磐田戦といえば、やはり、第2節、ホーム開幕戦ですね。ホーム開幕戦で、4点は取ったものの、4対5で、はい、敗れてしまうという、本当に屈辱的なね、やっぱ打ち合いといえばフロンターレは強いっていうイメージはあったんですけど、この試合に関してはね、ジュビロ磐田、得点力という意味ではそこまでね、高くないチームに対して、1試合で敗れてしまうというところで、今シーズンは、この試合からやっぱ歯車が狂っていったのかなと、はい、思います。ここで5失点したことで、少し守備の方をメインに考え出したら、今度は得点が取れなくなったりと。本当、攻守のバランスがなかなかね、取れなくなったきっかけがやっぱりこの試合だったのかなと思いますけど、逆に言えばこの磐田戦でね、2得点空いてるエリソンが、はい、完全合流したことで、ここで結構この磐田戦でね、復帰する可能性が高まってると思いますんで、で、今シーズンのイメージもいいというところで、やっぱここの磐田戦でもう一回ね、エリソンが復活してくれたら、最高にね、チームとして乗るきっかけになると思うんで、はい、ここはエリソンに注目していきたいなと、はい、思います。はい。で、一方、磐田の方ですけど、この試合ではジャーメイン両選手が4得点というところで、当然川崎としては山田でのゲームもかなり計画が、ね、必要な選手になってくると思いますし、今シーズンは2桁得点もうすでに上げてますんで、素晴らしいね、ストライカーだということはね、証明していると思いますし、はい、アウェーゲームですけど、しっかりとね、ジャーメイン選手を抑えることができれば、かなり川崎フロンターレの勝利に、ね、近づくと思うんで、はい、ここはしっかりと抑えたいところですかね。はい。で、この両チームですけど、順位としても15位川崎、16位磐田というところで、しかも勝ち点が23で並ぶというところでね、はい、得失点差の差で、川崎は少し上に来てますけども、今季の後半戦を占う意味でも本当に大きな試合にはなると思うんで、ここしっかりとね、勝ち切りたいところですね。はい。で、磐田は、前節、浦和レッズに 0-3 で、完敗でしたけど、敗れてしまいましたけど、その前の試合、東京ベルディ戦は 3-0 で勝利してますし、その前はベルディ戦ね、含めて3試合負けなしで来ていたので、もう一度ここから、そのね、勢いをね、取り戻すっていう意味でも、集中して入ってくると思いますし、何よりもやっぱ浦和戦でね、完敗したことで、やっぱりこういう完敗した直後の試合っていうのは、非常に集中力かなり高くなってくると思うんで、少しね、フロンターレとしては難しい試合にはなりそうですけど、で、一方、フロンターレですけども、3試合負けなしというところで、3戦連続ドローに関しては、なかなかね、評価としては難しいところではありますし、もちろん悪いところはね、前回の切り抜きでもう散々言ったので、もうここでは言いませんけど、本当にいろいろね、思うところはありますけど、逆に言えば、3戦連続で前半非常にね、いい試合ができてると。いうところ、本当に攻守両面で圧倒できて決定機も何度も作って、それ以前のフロンターレに比べたら相当ね、ゴール前でのクオリティっていうのは高くなってると思いますし、ビルドアップのところも本当高速ビルドアップで本当に早めにね、ゴールまで持っていくっていうところもかなり洗練されてきてるので、そこの部分に関してはポジティブに捉えていますし、あとはそこを本当に決めきるところだけなので、そこの仕事を本当にしっかりと得点積み重ねることができれば、間違いなく勝てる試合は増えてくると思いますし、で、何よりもやっぱ前節の広島戦、広島はね、やっぱり攻守の切り替えも早いですし、球際も強いですし、奪ってから手数かけずにゴール前までっていうのもね、J でもね、トップレベルのクラブだと思うので、その広島相手に前半あれだけね、圧倒できたっていうところは、かなりね、自信になって、いると思うんですよね。本当に球際も負けなかったですし、広島のハイプレスもうまくかいくぐりながら、本当手数かけずに一気にゴール前まで行ってっていうシーンも何度も作れましたしね。本当にだからその分やっぱり前半のうちに得点を
重ねられるかどうか、そこがねまず前半の中では大きな課題になっていると思うんで、まあ、そこでしっかりと得点を積み重ねた上で後半はねうまく戦い方変えてでもね勝ちに持っていくっていう、この臨機応変さっていうのは非常にね重要になってくると思いますし、後半の過ごし方っていうのは重要になってくるかなと思うね。プラスの面もかなり大きいので、まあ、そういう意味で本当にこの岩田戦で、ね、しっかりと勝ち切れるかどうか、ここが一つ今シーズンの運命の分かれ道というか、まあ、そういう部分にはなってくると思うんでね、まあ、ここの岩田戦しっかりと勝ち切ってほしいなと、はい、思います。はい、ということでスタメン予想、はい、ということでねスタメン予想していきたいと思いますけど、まあ、岩田の方は 4-4-2 のシステムを、はい、採用してまして、まあ、特にジャーメイン選手とペイショット選手のこの2トップの関係に関しては、まあ、ジャーメイン両選手がやっぱりライン間で落ちてボール受けてそこから起点を作ってっていう仕事をねかなりこなしてましたし、ペイショット選手はより高い位置で起点を作るために、まあフィジカルもねかなり強いですし高さもあるので、まあここでの収められるポイントっていうのは2つあるんで、まあここに対してどう対処していくかっていうのはこの試合守備のところではフロンターレとしてはポイントになってくるのかなと、はい、思います。で、まあ、前回対戦の時はフロンターレかなり、ね、球際の部分で緩かったので、まあ、そこは最近の試合ではねかなり強くなってるんですけど、よりこの試合においてはポイントには置いてくるんじゃないかチームとしてはね思いますかね。はい、ということで川崎フロンターレのスタメン予想していきたいと思いますけど、まずはゴールキーパーですけど、まあジョンソン寮選手ですね。はい、ジョンソン寮に関しては新潟戦湘南戦とかはなかなかね足元で繋がなくなってしっかりとフィードで違いを作っていたんですけど、広島戦は前半立ち上がり一本ね高い選手へのパスミスでそのまま毛で作られてしまうようなシーンを作ってしまったので、まあ、そこは改めてねうまく整理して入ってほしいところですし、あれだけねプレッシャー受けた状態だとそもそもねかなり難しいね状況でのショートパスだったので、まあ、あれを選択するぐらいならもう立ちライン切るぐらいもう切って蹴ってもいいのかなと、はい、もう難しい時はもう蹴っても僕はチョンソンロに関してはいいと思うんで、はい、まあ、そこはね徹底してほしいなと思いますし、まあセービングのところはねもう間違いなく素晴らしいゴールキーパーだと思うので、そこら辺の判断のところっていうのをもう少し明確化させてうまくやってくれれば間違いないかなと、はい、思います。はい、そしてディフェンスですけど、まあ、まず右サイドバックに関してはファーベル・メシケルケ・サイ選手ですね。はい、まあ、ここはもう相手を見ながらプレーできますし、まあ、その中でうまく判断しながら自分で持ち運んだり中に入ってプレーすることもあったり、まあ、しっかり外に張りながら、ね、プレーすることもあって本当に状況判断はかなり的確なところはありますので、サイ、まあ、選手起用でいいのかなと、はい、思います。でセンターバックに関してはこれちょっと難しいですね。3人でかなり争ってる感じだと思うんですけど、 JJ 選手ですかね。はい、まあ、JJ に関してはやっぱり必要ですかね。まあ、このジュビロの、ね、2トップはかなりねフィジカル的にも優れてる2人なので、まずは、まあ、特にペイショット選手に対してJJ がしっかりつくっていうところはかなりね重要になってくるかなと思う。まあ、JJ の身体能力の高さをね思う存分ね生かしてほしいなと思います。はい、そして相方に関してですけど、まあ、高い選手か大南選手かっていうところですけどね、まあ、大南選手ですかね。はい、大南拓真選手でいこうかなと思います。まあ、大南選手かなりねビルドアップのところでも浮き球をダイレクトで味方につなげるシーンとかもかなり増えてきましたし、まあ、相手を見ながらつなぐっていうところもかなりね成長してきてると思うよね。まあ、ビルドアップに関しては安定してますし、まあ、あとは何よりもやっぱりスピードのところで背後取られても大南選手がいるから大丈夫みたいな、ね、ところはあるので、まあ、そこの安心感はかなり大きいので、大南選手をまあジャーメイン選手につけながらスピードの面でもね対応できるかなと思って、まあ、この2人のコンビは間違いないと思うので、はい、まあ、この2人に、はい、任せたいかなと、はい、思います。そして左サイドバックですけど、佐々木朝希選手ですね。はい、まあ、佐々木選手に関してもサイ選手同様ね相手を見ながら自分で持ち運ぶシーンもありますし、まあ、あとは低い力でもゲームを作れる選手に成長してきてると思う。佐々木選手は今シーズンかなり伸びているからこそ
うまく戦えてると思うんで、まあ、そこはこの選手を外す理由は全くないですし、むしろいてくれてかなり安心するような選手なので、守備のところと、まあ、攻め上がりのところはかなりね期待して見ていきたいなと思います。はい、特に続いて中盤ですけど、まあ、まずは瀬古達樹選手ですね。瀬古選手がいることで、まあ、もちろんプレー面も素晴らしいんですけど、メンタル面でやっぱこのチームを支えてくれる大きな存在だなと、はい、改めて感じますし、かなりねチームメイトに対して鼓舞する姿勢とかも見られますし、やっぱり横浜 FC でキャプテンになっていただけある本当に素晴らしいキャプテンシーを持ったね選手なので、苦しい時に瀬古選手の声でねチームを引っ張っていってほしいですし、まあ、あとはプレー面でもやはり縦パスの意識のところもかなり高いですし、あとはプレー強度のところも高いので、今現在のことを考えると瀬古選手は外せない一人にもう一度ね戻ってきた感じはするので、まあ、瀬古選手をスタメン、はい、使ってほしいかなと思います。はい、そして相方になりますけど、まあここはおそらく立花健人選手ですかね。まあ、立花選手入れることで運動量のところで補完できますし、即時奪回っていうところも立花選手瀬古選手並べることで強度出して、レシーブのところ連動もしやすいので、まあ、そこに関しては本当に立花選手がいい意味でね目立たなくなってきたらチームとしてはうまくいってる証拠だと思うんで、まあ、そこは前回の広島戦も感じた部分ではあったので、まあ、このコンビに関しては崩さずね起用してほしいかなと、はい、思います。そしてトップ者に関しては脇坂泰斗選手ですかね。まあ、ここは遠野選手か脇坂選手か、この今現在だと2択になってくると思うんですけど、まあ、脇坂選手にすることでプレーの方向性っていうのはかなりね示せると思いますし、インサイドハーフではなくトップ下に固定することでやはり高い位置でプレーできる機会っていうのはかなり多くなってきていますので、まあ、そこでの違いをね生み出すことが得意な選手なので、まあ、よりゴールに近いところでプレーして、まあ本当に得点期待したいところですし、あとは得意なねラストパスとかっていうところも数字がついてくるとよりチームは上に行けると思うんでね、まあ、そこはかなり期待してね見ていきたいなと思います。そして3トップですけど、まずは真ん中山田慎選手ですね。はい、山田慎選手を真ん中起用、まあ前節もそうでしたし、まあ、湘南戦も山田慎選手だったと思うんですけど、まあ、ここのやっぱり頑張りまあフィジカル的な強さもそうですし、まあ、あとはまずメンタルをね全開出してプレーするっていうところは一番前の選手としては、まあ、チーム全体がね山田慎選手のプレーを見て守備できるっていうのはやっぱ大きいところですし、まあ、山田慎選手の前線からのハイプレスによってプレーを限定しながら前からはめ込むっていうのがここ最近の川崎の守備の形だと思うので、まあ、そこをこの試合もね惜しまずにやって、で後半ねやっぱ疲れたところの見極めで、その見極めが大事で、まあ、そこには鬼木監督にね良きところで交代してあげるっていうのも、まあ、後半の戦い方の重要なポイントだと思うんで、まあ、そこに関しては鬼木監督にねしっかりと見極めてもらいたいんですけど、まあ、スタメンに関しては山田慎選手のところで、はい、まずは勢いを出してほしいなと思いますし、まあ、あと山田慎選手に届けるパスのところもチームとしてはかなり洗練されてきてるので、まあ、そこをうまく生かしつつ得点にね結びつけてほしいなと、はい、思います。そして3トップの左ですけど、マルチーノ選手ですね。はい、まあ、マルチーノ選手に関しては3戦連続得点と、もう本当にね得点感覚が取り戻してきたかのようなね本当素晴らしい活躍をしてきてますし、まあ、ただそれがねなかなか勝利につながらないっていうところで、マルチーノ選手もね顔を覆うシーンとかが少しクローズアップされるところにもなってきてますんで、まあ、ここでね4戦連続ゴール上げてそろそろ勝ちにつながるね得点になってほしいなと、うん、思いますんで、はい、マルチーノ選手には、はい、本当に注目していきたいなと思います。はい、そして右ウィングですけど、エリソン選手です。はい、もうここは、まあ、復帰直後ということで、まあ、もちろんスタメンの可能性っていうのは、まあ、そこまで高くないかもしれないですけど、
個人的には本当に右ウイングでそろそろ使ってくれっていう感じなので、まあ、右ウイングで使っていい印象を持ってる岩田相手というところでね、まあ、この試合で一つエリソンがフィットして覚醒入ってくれたらもう一気に川崎はもう上に行けると思うんでねまあそこは本当にエリソンには期待したいですし、まあ、本当エリソンの久々のゴールで、あのパフォーマンスね、あのパフォーマンス見たいんでね、本当にエリソンには期待したいと思います。はい、もう右でガンガンもういってね、まあもう今のフロンターレはもう縦に速くなってるんで、よりスペースがある状況でボールを持てるので、まあ、マルチーノ選手もそうですけど、まあ、両翼がその状況で前向いてプレーした時はもうワクワクしますし、山田慎選手ももう気持ちでねゴール前飛び込んでいくしね、本当にこの3枚で、ね、攻撃っていうのは非常にワクワクするものがあるので、まあ、この3人の3トップ見たいかなと、はい、思います。はい、途中からね、まあ、家永選手が復帰すれば家永選手だったり大島亮太選手だったり、まあ、小林選手も含めて、ね、まあ、しっかりとボール持ってて目が揃ってる選手たちが何人も、ね、ピッチに入ってくると、まあ、よりフロンターレのリズムになったりとか、このメンバーとはまた違う攻撃ができると思うんで、まあ、そこのうまく、ね、戦い方の使い分けっていうのもやっぱ前後半でできてくるとより安定した戦い方ができると思うので、まあ、そこは鬼木監督のゲームプラン次第にはなってくると思いますけど、うまくね、まあ、ベンチのメンバーも含めて、うん、ゲームをコントロールできたら勝利はぐっとね近づいてくると思うんで、まあ、そこは鬼木監督の采配にもかなりの注目したいかなと、はい、思います。はい、ということで、今回はねジュビロ磐田戦のプレビュー、はい、やってきましたけど、まあ、本当順位的にやっぱ今季は難しくて、でなおかつ直近も3戦連続ドロー、しかも追いつかれてのドロー、まあ、新潟戦に関してはね一時聞いた逆転されて追いついたという試合でしたけど、なかなかやっぱ前半がねいい戦いができているだけにね、そこが勝ちにつながらないっていう意味では、まあ僕も前回ね本当生配信でしたけど、うん、試合直後ということもあっていろいろ熱くね、うん、なってしまったところはあったかもしれないですけど、もちろんね選手たちは危機感持ってると思いますけど、改めてね強くね話しておきたかった部分ではあったので話しましたけど、まあ、ただチームとして向かってる方向っていうのは間違ってないと思いますし、まあ、その中で本当に得点が取れるかどうか、前半特にね追加点1点取って2点目3点目取れるようになったら間違いなく勝ちにつながるんで、まあ、そこがねなかなか来ないことで後半難しくなってっていうところなんで、まあ、まずは本当にチームとしてのアイデンティティである得点攻撃のところでゴールにつながるねプレーをねより多く見れたらいいかなと思いますし、守備のところもジャーメイン選手を特にね警戒しながら、まあ、ペイショット選手も含めてね岩田の攻撃陣をシャットアウトできたらいいかなと、はい、思います。はい、ということで今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。